こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの中望遠レンズの、最高峰と言っていいんじゃないですかね。アポズミクロンの、90mm アスペリカルレンズになりますね。はい、ご覧の通りですね、アポズミクロンの 90mm F 値が2で非常に明るいですね、アスペリカル SPH レンズになっております。アポクロマート補正とですね、このSPH 非球面レンズの搭載ということで、まあ、ダブル盛りという感じで非常に高価なレンズになっておりますね。はい。描写的にはですね、まあ、先代のですね、初代と2代目のですね、このズミクロン 90mm が非常に硬い写りだったんですけれども、それとかなり変わってですね、非常にしっとりとしたですね、柔らかい描写になったということでですね、これからのですね、90mm をですね、お使いになる方にはですね、ぜひ、試してみていただきたいレンズになりますね。はい、ということで、外観から見ていきますけれども、やはりですね、高価なレンズだけありまして、やはり大事にお使いになる、なっていたようで、ほぼほぼ使用感という使用感は感じないですね。ローレットの摩耗とか、すれ当たりへこみとかですね、は全く見当たらないですね。落として歪んだり、どっかに強くぶつけたりしたような跡は見当たりません。はい、こう、引き伸ばし式の、この、フードになっているんですけれども、フードに痛みとか、歪みもないですね。はい。レンズももちろんですね、前玉、後玉、ともにですね、擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離とか摩耗とかもないですね。中玉にも曇りカビ、バルサミ切れは見当たりません。はい。まあ、この前玉もですね、こう拭いたりしないで、まあ、多分こう埃を飛ばしただけだと思いますので、全く真っさらの状態だと思っていいですね。はい。絞りの動きとか、羽の状態もいいですね。ピントのヘリコイドもいっぱいまで動きムラなく動いております。はい。非常に備品ですね。はい。付属品がリアキャップとフロントキャップとこちらの、はい、専用のポーチになっております。はい。はい。ということで、アポクロマートとアスペリカルのダブルモリ 90mm レンズ、アポズミクロンの 90mm アスペリカルレンズになっております。非常に人気の高いレンズですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。